11月6日1日の取引が終了しました。日経平均株価は小幅高です。先週末と比べまして9円23銭高の 22,548 円35銭で取引を終えました。トピックス東証株価指数は逆に 1.42 ポイント安、こちらは下落。 JPX 日経400はこちらは 0.77 ポイント高、 JPX 日経400は上昇であります。日経平均と JPX 日経400が小幅上昇、トピックスが小幅下落となりました。日経平均は3日続伸、水準的には1996年6月26日以来約21年4ヶ月ぶりの高値を先週末に続いて更新したということになります。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 39% の794銘柄、値下がり銘柄数は約 57% の1156銘柄でした。全体の約 57%、 半分以上の銘柄が値下がりしたという構成であります。トピックス規模別株価指数でも大型、中型、小型いずれもマイナス。大型株指数がマイナス 0.7、 非常に小幅なマイナス。中型株指数がマイナス 2.6、 小型株指数がマイナス 5.0 とやや大きめとなっておりまして、数的には多い小型株が全体的に軟調だったことが全体でも値下がり銘柄数の多かった背景ということになろうかと思います。商いはまずまず収支としては比較的できたと言っていいでしょうか。売買高は19億3800万株余り、売買代金は3兆3497億円でした。今日は朝方から買い注文が先行しました。3連休明けとなりましたが、この間の海外市場、特にアメリカのマーケットが堅調でありまして、ニューヨークダウなどは最高値更新、ニューヨークは主要産指数が週末に揃って最高値を更新となりました。為替市場では円安ドル高の流れで、東京市場では114円台後半まで一時円安ドル高に触れる場面もありました。このあたりを追い風といたしまして、輸出関連株などに買い注文が先行して始まり、日経平均午前10時過ぎに上げ幅を100円余りに広げる場面もありました。ただその後は徐々に高値警戒感なども意識されまして、売り物が増え、5番に入りましてからは今度は逆に日経平均100円を超えて下落する場面もあったということです。ただその後は徐々に再び押し目買いなどが優勢となりまして、結局大引け段階では9円23銭高、非常に小幅ではありますが3日続伸して取引を終えております。引き続き高決算銘柄などに買いが入ったということでありまして、今日上昇が目立った銘柄としましては8058の三菱商事があります。三菱商事は今日の午後2時取引時間中に今3月期の第2四半期決算を発表いたしまして、通期予想を上方修正、純利益4500億という従来予想から5000億円に引き上げまして、配当予想も年間で一気に15円増配し、15円引き上げて95円にするという発表を行い、素直に交換されました。逆に売られた銘柄としましては、こちらも取引時間中の決算発表で日本トムソン6480が 11% を超える急落となっております。こちらは午後1時に決算発表を行いまして、第2四半期が予想から下振れて着地したということで、通期予想も下方修正したということで失望売りに押されたという展開でありました。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。